50周年特別企画。こんにちは、太郎です。オラです。今日は何ですか？最近夏いと思って。暑い暑いじゃないですか。かき氷食べたいですよね。いろんなかき氷最近出てると思うんですけど、まあその中で僕も新しいかき氷挑戦したいと思うんですよ、これですね。今回かき氷にしたいのは蒙古タンメン中本北極ラーメン。ラーメンをかき氷にしてみようと。これめっちゃ辛いんですよ。僕一回食べたんですけど、涙が止まんなかったですね。辛いものってやっぱ美味しいんで、辛いものとかき氷組み合わせたら辛くなくなるんじゃないかと思って。どう思います？辛くなると思います？辛さがなくなるんじゃないかなと思ってて。冷たいからね。あ、でも冷たい方が辛く感じるらしいんですよ、人は。あ、そう。かき氷にした時点で辛さの成分みたいな、損なわれるような。この店長さんもそんなことされると思ってないけど。中本さんね、あ、中本さんって言うんだ。まあね、まあ中本だから中本だね。じゃあやっていきましょう。いきましょう。これかけるとめっちゃ辛いんですよ。これはお召し上がりに直前に入れてくださいって書いてある。あの、かき氷にしてからかけるんです。それは辛いっすよ。これなしで振って足んなかったら足すっていう、もう中本スタイルでいい。この中本、これ中本さんじゃなかったですね。白根さんです。おかげさまで創業50周年なんで、おめでとうございます。50周年特別企画。そう、50周年記念して、まあかき氷してみようっていう感じなんで。じゃあ、いきます。終わり、お疲れ。よし、行こう。まあこの麺は後で焼きそばにして美味しくいただくんで。水溜りボンドさんとかもこういうところからさ、始めてんのかね。どうなんでしょう。どうなんですか、聞こえてますか。こんな感じでね、大物の方々にこびていきます。こびていこう。じゃあ湯切りしていきます。チャッ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 。これ辛いんですよね、ほんと。ちょっと一口舐めてみます。あ、そうしようか。それそんな辛いんだ。なんかもうちょっとバカになってて分かんない。すげえ赤くなってる。マジ？マジマジ。ああ水。じゃあ冷蔵庫に入れてきます。よいしょ。残りカスの具をできました。中本バージョン南極です。やっと北極のスープがね、凍ったんで、かき氷にしていこうと思います。早速食べましょうか。いや、楽しみだな。北極かき氷だからさ、めっちゃかき氷っぽいネーミングになるよね。いや、そうでしょう、ね、キンキンですよ。いきます。はい、来たー。よっしゃー。綺麗な十字架が刻まれてね、キリストもびっくりっすよ。いきます。はい、行きます。おー、塗られた氷だ。キムチチャーハンみたいな。いやいや、やばい。こんなこういった感じないっすよ。こんな一回が初めてキムチチャーハンのイメージだ。いや、もうこう見たらもう聞きたいっすよ、キムチチャーハン。いただきます。どうぞ。辛みがめっちゃ抑えられてる。すごい。本当に北極だ。なん？辛いの食った後にもう一口いくと冷たいので緩和されるんだけど、また辛くなるっていう、なんかちょっともう よくわかんない。ちょっとうまく説明できない。食べ北極食べてみたいけど、すごく辛そうで全部食べきれなかったらどうしようとか、そういう不安な人いると思うんですよね。そういう人は最初かき氷って試してみたらすごいいいと思うんですよ。でも辛さは10だとしたら4くらいになってると思う。いや、それだいぶ甘いじゃないですか。ねじゃあいただきます。普通に北極ラーメン食った時はもう後でもう喉が死ぬぐらい辛いんですけど、それが全然ない。ただ素直にまずい。うん、まあ全然いけるわ。いや、これ食べ、これ食べ、これ食べ。うわ、絶対赤い。めっちゃ赤い。ここ多分後添えでつけるソースの油の部分なんで一番辛いです。うん、そんなに？あれ、うん、すげえ。あれ全然だ。なんでだ？だ。うん、まあか、ああやだな。やだな、やだな。稲川淳二。やだな、やだな。ああ。こしあんあります。
あ、こちらね、宇治金時にしましょうか。ゆう、ゆうこっちね。いただきます。あ、これは美味しそうですね。本当に言ってる？うん、正気ですか？あ、気持ち悪い、気持ち悪い、これなんだ。これが多分温めた美味しいスープになるから、うん、間違いない。あの、麺作って、はい、それ一緒にそのスープの中に入れて、はい、丼として食べれば美味しい料理になる。ああ、それラーメンでしょ。